エペルネーは、フランスの町、エペルネー軍の軍長所在地。エペルネーは、5世紀から10世紀まで、ランス大司教に従属し、その後シャンパー入白領となった。100年戦争では、壊滅的な被害を受け、1544年には、フランス王・フランソワは一世によって焦土にされた。1592年には、ナバラ王・エンリケが住居を構えた。元帥アルマンド・コントは、 エペルネー皇位戦の最中の1592年、エペルネー降伏前に砲撃を受け戦死した。1642年、エペルネーは、シャトーイコールティエリと合わせて、広告となり、V4 校、フレデリック・モーリス・ドラ、トゥール・ドーベルニュに割り当てられた。歴史上の人口の推移、エペルネーは、ストラスブール行きの東部鉄道の本線で、パリから88マイルの場所にある。町は、 丸ヌ川砂岩にあり、小さなくぶり谷の端にある。町の中央部と歴史地区には通りが狭く不規則にある。町を囲む郊外は現代的で広々としており、例えば東部のラフホリーは裕福なワイン賞が所有する多くの美しい別荘が並ぶ。町は丸ヌ川右岸にも広がっている。町の境界の一つには16世紀から あるステンドグラス窓と入り口が保存されている。しかし、その他の公共の建物は、現代的な建築物である。エペルネーは、シャンパンの一つアントラポの産地として知られている。モエーシャンドン本社がある。醸造業と砂糖の生成、また防止製造も主要産業である。エペルネーは、シャンパンの買い付けや、製造過程の見学などのため世界中から、訪問客がやってくる。 エペルネーで最も有名な通りは、シャンパン製造業者が並ぶアベニュードシャンパーニュである。エペルネーというカクテルシャンパンバーのチェーンがイギリスで展開している。ありがとうございます。